Tenryu tai Takagi no Ikon shoubu iyoiyo hajimarimasu. Saa, otto Takagi ga keshikageta ga kick de kaesu Tenryu. Ude o totta. Kondo wa Takagi ga chikara de drop kick ataranai. Tenryu reisei, elbow ataranai. Ryousha atarimasen. Ryousha atarimasen. Saa, kondo wa spin kick. Kore wa mimi o toraeta. Back o totte jama. Takagi sensei hitto.雰囲気やや分断されております。ちょっと視線に立っております。川田雰囲気の吹っ飛び打ちです。川田選手に汗です。かなりこの川田の足手もこのままですと変色してくるんではないんでしょうか。必要な攻撃です。マイティーの上、本当にしつこいという言葉が武内さんぴったりきますよね。一旦こうやってそのポイントを掴むとですね、その徹底した攻撃がやっぱりベテランチーム本当にうまいですね。完全に吹っ飛ぶ足は止まってますからね。この、まあ、井上、それから歌舞伎の頑張りが竹内さん、高木選手が、まあ、天竜選手に牙を向いてから一時トーンダウンしたんですが、また頑張り出しましたからね。そうですね、やっぱりそういうところまで波及していきますからね、やっぱりベテランも頑張ってほしいところですね。さあベテラン頑張るキック、パンチ正面からパンチを打っていった。もう一回マイティーの上であります。今この全日軍はご覧のように打倒天竜一色になっております。武内さん、全日本全体が活性化。これは天竜選手の願っていたものそのものですね。ただそれによってですね、天竜同盟そのものがですね、微妙な展開になってるんじゃないかと気になりますね。フライングボディアタック、しかしカウンター2で返す。マイティーの上です。この辺りも武内さん首があれですとちょっとこの跳ね返すのも大変でしょうね。かなりきついでしょうね。今のもちょっ
スープレックス、フィキが打っていきました。これはポーンとお腹を叩いて、歌舞伎が返していきました。飛び込むところトラスキック、よく見ています。歌舞伎冷静ですね。高口さん、うまいですね、やっぱりその連続攻撃は食わないですね。はい、さあお尻がずっと落っこっていきました。歌舞伎のアッパーブロー2連発3連発、そしてキシンシンク、フィキのキシンシンク、今10分が経過しました。ザ・グレート歌舞伎、ベテランらしい攻め、今度は足ですね、足です、動きを止めに行きます。アキレス腱が止め、ザ・グレート歌舞伎、大さん何でもできますよね。何でも OK ですね、さあ苦しくなりましたフィキ。さあフィキに少し今コールが起きました。これを大コールに変えることができるかどうか。さあマイティーの上だ、面白いようにタッチワークを行っていきます。マイティーの上、今度は逆片指固め。竹内さん、この頃この腰を浮かす片指が多い中で、マイティーの上は今移行していきましたが、あっと裏アキレス腱か、いやデスロックの体勢か、足はインレーデスロックの体勢で、これでキャメルクラッチですね。上半身は首を決めかかってますね、はい、ちょうど組とですね、左の足首のあたりですね、はい、複合技を見せましたマイティーの上です。こういう技でも竹内さん何パターンも持ってますからね。持ってますね。さあ次はいかなる攻撃を仕掛けていくか。マイティーの上スタンディングポジションを取って有利に試合を進めたいが、ショルダーアタックマイティーの上勝った、カニバサミ、はい、この辺は竹内さん成長の後じゃないですか。ストレス出てきましたね、はい、ただこれでやっぱり自分たちのペースを掴んでいってほしいですね、はい、ボーアンドロー弓矢固め、しかしちょっとこれは見た目が悪いぞ。決まり方はどうか、歌舞伎がカットの体勢に入っている。川田がこれを率先としている。まずどうか、馬場恭平が川田をカット、まず川田をカット、歌舞伎も今エプロンの外へ出ました。続きは今度は川田にカットであるタッチであります。そしてマイティーの上、ここはフットルースチャンス。竹内さん、初めてチャンスが驚いた、訪れましたね。チャンスが出てきましたね、どう攻めたらいいですか。ここはですね、やっぱり井上選手、やっぱり首にも負傷してますしね、はい、井上選手をまず徹底的に攻めまくってみることですね。なるほど、フォールを奪うなら、勝つのを見つけるならば、あっと、これはいいですね、打ち下ろしのキックです。これは本当に、負傷している箇所にズバッと当たりました。苦しげな井上の表情です。さあどういう風に追い込んでいくか、うまい、ジャーマン呼んでいます。マイティーの上、エルボーでカット、キックで苦戦を制する。そしておっとエアプレーンスピンです。そして前に落としました、胃袋落とし、スマックブロック、サマーソルト、これを打つと会場が沸きます。
高橋さん、首から背中にかけて痛いのにサマーソルトですよ。高橋さん、やっぱり意地を見せてますね。意地を見せていますね。これを天竜とのタッグ対決ではもう最初から高橋さん打っていったのがマイティーの上でした。やっぱりその根性ですね。はい、さあ今度はバックに回ります。バックドロップ、コーナーを蹴りました。両者ラックダウンの対戦、これはどうか。鎌田苦しい。マイティーの上も首を打っているぞ。かなり首に来てますね。かなり首に来ている。フォアタッチをしたい。あ、しかし雰囲気はタッチをすでに後頭部に、首のあたりにまたラリアット。歌舞伎が起こった。歌舞伎が起こりました。左右のパンチ、ね、左右のパンチ。先ほどは右のアッパーブロ、今度は左右だ。左右のフック、アッパー、そしてストンピングであります。川田は川田ラリアット。その間に抑え込んでカウント3。マイティーの上はカウント3であります。最後の最後、土壇場に来て連携を見せました。川田敏明、そしてサムソン冬木、エビ固めであります。サムソン冬木、そして川田敏明、フットルースの勝利であります。高橋さん、この微妙な状態にあったフットルースですが、今日のこの連携、この試合ぶりご覧になっていかがですか。最後のですね、やっぱり川田選手の爪は良かったですね。爪が良かった。13分12秒エビ固めでありますが、やはり竹内さん、この天竜との一戦でタッグマッチで痛めた首、竹内さん、これがあだばなになりましたね。井上、これがやっぱり井上にとって恨みに出ましたね、はい、全日本ベテランも熱くなりました今シリーズ。その井上歌舞伎でありますが、このフットルースの川田冬樹の前に、敗れ去りました。こうなります竹内さん、次期シリーズも天竜同盟対全日軍、この構想が続くと見てよろしいですかね。今のところはこの状態のままですね、はい。とりあえずはこの後楽園大会、この後のセミファイナル、天竜高木戦、まだどういう展開になるか分かりません。ご注目をいただきたいと思います。チャ全日本プロレスの麻生を担います若武者小橋健太が、プロレスのメッカ後楽園ホールに太くたくましい姿で登場してまいります。小橋健太対アブダラドブッチャーの一騎打ち、小橋健太の7番勝負、後楽園物語最終戦、いよいよ超大物アブダラドブッチャーとの一騎打ちであります。ここまで6戦して2勝4敗、苦しい戦いが続きます。しかし明日の光を体に浴びまして、信じたプロレスの道に毎日文句に突っ走っております健太であります。小橋健太、先に登場してまいりました。今健太のプロレスにかける青春の日々に光が当たっております。小橋健太、186センチ、113キロ。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより小橋健太に今豪華な花束が贈られました。健太登場であります。さあブッチャーだ、強い強いアブドラドブッチャー、まるで岩のように大きな大きな黒い肉体がこの新人たちの勢いにストップをかけます。この全日本マットで築いたブッチャー神話、これを絶対に破壊させない強い信念を持ったアブドラドブッチャー、やってまいりました。あのマイク・タイソン、そしてアブドラドブッチャー、黒人パワーがスポーツ界を席巻しています。黒人は民族的にずば抜けた体力を持っているんでしょうか。さあ今夜の相手は新人小橋健太、小橋を何分でねじ伏せるんでありましょうか。今またご覧のようにアブドラドブッチャーの目がキラキラ光り出しております。今怖いものなし、アブドラドブッチャー入場。ブッチャーが先に紹介されました。新鋭たちの大きな強固な壁、ブッチャー7番勝負最後の一番、勝ちたい、これが本音でしょう。小橋健太、相手はブッチャーザグレーテスト、無敵の疾走を続けておりますアブドラドブッチャー、今夜も若き勇者を蹴散らすんでしょうか。さあ竹内さん、2勝4敗健太の7番勝負最終戦、ローズ、ロジャースを連覇して息上がった小橋ですが、スミス、鶴田に連敗、そして八つ歌舞伎に負け、そして今夜30キロ差の体重の壁に挑みますね。まず地獄好きアブドラドブッチャー、どこがポイントになりますか。それはですね、このやっぱり体重差、肉体の壁をですね、小橋が自分の記録でどうやってカバーしていくかですね、はい、そうでしょうね、そうでしょうね。さあ地獄好きでリングの外におっぽり出されました、その小橋であります。放送席のジャイアント馬場さんは、まずいつも同じ戦法で同じ技を使っていくようだと、もうどうしようもない、小橋対ブッチャーにどんな戦法を取るか、これが見どころと言っておりましたが、今ドロップキックでアブドラドブッチャーを場外に放り出しました。さあいいポーズをとっております小橋であります。さあまだまだ序盤戦、どういう試合展開になるんでありましょうか。健太はここまで試練の4番勝負がありました。
しかし言わずと知れた、まあ、負けた試合なんですけれども、負けた試合でも内容的にはいいもの、光るものを出してましたよね。特にですね、第6戦のジャンボ鶴田戦は大健闘でしたね。そうでしたね。さあちょっと見ましょう。小橋が勢いよく前に出てキックを浴びせかけております。このキック攻撃はどうですか？悪くないですね。ただこの後どういう技につないでいくかですね。そうですね。ここでドロップキックを出してもう1回巨体140キロアブドラドボッチャーを場外に放り出しました。さあこれがランランと光る目、アブドラドボッチャーの黒い肉体であります。さあロープ伝いにまたのしのしとやってまいります。負けた試合で何かを掴んでいくのが小橋のいいところであります。後ほど、ま、負けた4人の選手どういう風な戦ったかということを本人に聞いておりますので発表したいと思います。さあそれにしてもまさに試練の7番勝負ですね、竹内さんね。そうですね、ただですね、もちろんその黒星が先行してますけどね、はい、内容的にはいいものを残しましたね。そうですね、空手パフォーマンス、アブドラズブッチャー地獄好きの洗礼を受ける、歯を食いしばる、ロープのリバウンドを利用してエルボードロップキック、今日はドロップキックを数多く打っています。いつもの攻めのパターンとはちょっと違うようだ、小橋健太。さあ体重30キロの壁にはスピードで勝負、そういう感じがありありと見受けられます。今度は首への攻撃を見せました。さあ先ほど、ま、負けた4選手、小橋のいいところは何かを掴んで、さらに自分のエキスにしてしまうというところなんですが、竹内さん、八津吉明戦ではですね、自分のペースを守れない、流れを止められるレスリングはさすがだと思ったとこう語っております。それからグレート歌舞伎選手との対決ではじっくりと攻めさせてくれた、歌舞伎さんが僕の違う点を引き出してくれたと、こういう感謝の眼差しで語っておりました。それからデイビーボーイスミス戦、その小橋が今攻撃を仕掛けましたがカットしてものすごい勢いから、接近戦から地獄突きを放ちます。そのアブドラズブッチャー、またいつの間にかブッチャーのペースになりそうだ、大きくロープに放り投げた地獄突きカウンター、その前にキックが当たっている、ボディにキックだ。さあ横蹴り、さあもう一回、おっとスピンキック、いい攻撃、額に当たっている、背中、大きな背中にスピンキック、外れたか当たったか、空を切ったか、当たってないようだ、正面小橋、さあフライングボディシザースドラップ、空中同時め手4つ、どうだ、カウント2、カウント2まで入りました。小林健太がリズムを取っています、ペースを握っています。さあ相手は超大物アブドラボッチャーだ。さあガン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 キックで攻める、ここは攻めどころ。さあ相手はタフだぞ、どこまで攻めきれるか、持ち上げて、おっとちょっと落差がありませんけれども、そうです、30センチ40センチは上がりましたかね、竹内さんね。上げましたね、上げましたね。しかしちょっと腰に来たか、今度はボディープレスであります。相手は黒い巨体、140キロに全体重を乗せました小橋健太、ケレン味のない今勝負を挑んでおりますが、しかし相手は超ベテラン、今何か打たせている、そういう感じです。バックドロップ、まさか、あっとバックドロップで投げた、岩石落とし、横抱きにして投げ切りました。小橋健太、アブドラズブッチャーに前線しています。そのままカバーの体勢か、さあどうだ、一旦はロープに飛んだ、なんだギロチン。さあ岩石落としからギロチンへのつなぎ、まだまだ攻め足りない、もう一回ギロチン、しっかりと首の根元を捉えています。正面からカバーの体勢、カント2で跳ね返しました。ちょっとアブドラゾッチャーも息切れがしてきたんでしょうか、苦しい表情を見せておりますが、ダブルチョップ、そして正面から顔面にパンチを合わせます。今度はエルボーだ。さあ額から流血があるのかどうか、アブドラゾッチャーちょっとヨロヨロっと今体を相手に浴びせました。さあ今度は対角線上に大きく放り投げた、なんかキックで待ってる、ラリアーダメ、体当たり負けました、ショルダータックル負けました。さあアブドラズブッチャーがまたのしのしと、至近距離からアゴクダキ、これがこのシリーズのブッチャーの新兵器ですね、竹内さんね。出してきましたね、出してきましたね。これやっぱりネックハンギングもありますからね、はい、そうなんです。さあ首を捉えて、さあアブドラズブッチャーの猛反撃か、小橋また1回転、そのまま襲いかかったか、地獄好きのカウンター、喉元にぐさり、さあ助走をつけての毒針、避けられない、そのまま体重を落とした、頑張れ小橋、ダメ、敗れました、小橋敗れました。いいペースを取ったような感じ。さあ若い小橋を翻弄したアブドラズブッチャー、まさに貫禄勝ちであります。先ほどほどの話ですが、デイビーボーイスミスとやった時にはパワーに対して鋭い切れ技が通じることが分かっただけでも嬉しい、そしてジャンボ鶴田戦ではジャンボ鶴田選手は本当に強かった、相手にされなかった人に勝負できて自信がついたとこう語っておりますが、今夜はこの超大物アブドラブッチャーと対決してどういう思いを抱いたんでありましょうか。5分飛んで9秒、竹内さん持ちましたね。
落ちましたね、しかしやつでこの7戦を通してですね、はい、小橋の掴んだものは相当プレー大きいいいものがあるんじゃないですかね。そうでしょうね。7番勝負の全てが終わりました。7戦して2勝5敗いずれも若さを思い切ってぶつけました。負けた5敗という、まあ、数字なんか、まあ、気にしないでいいでしょう。今後の小橋がこの7番勝負の体験をどう生かしていくかに、将来がかかっているわけであります。高木対天竜です。鶴田がリングの中をかき回している。円髄、円髄、天竜の円髄、まともに当たりました。まともに当たりました。さあ、そして鶴田は体をリングの外で、外で、外で体を抑え込んでいる。高木コール、高木コール、興奮の後楽園ホール。さあ、パワーボム、一発だ。耐えられるか。パワーボム、パワーボム、やったー。90年初のパワーボム、天竜。そうそう高木が打ち取られました。なおジャイアント馬場選手はこの後、ヘビー級のバトルロイヤルに出場でございますので、今放送席を立ちました。馬さんどうもありがとうございました。バトルロイヤル頑張ってください。さあ竹内さん、今の勝負でしたけれども、よく耐えに耐えた高木でしたけどね。まあ、高木はですね、よく耐えたんですけどもね、それ以上にやっぱり天竜の攻めはきつかったですね、はい、そうでしたね。ジャイアント馬場をピンポールした日本人レスラー、ただ一人の男天竜。おっと高木ですね。高木選手が今横っ飛びに天竜の花道に飛び出してまいりまして、あ、開幕戦の因縁ですね。開幕戦の因縁ですね。高木の猛逆襲が始まりました。猛逆襲が始まりました。新春プロレススペシャルではご覧いただきましたように、この全日本プロレスの開幕となりました最初の勝負、シックスメタクマチでしたけれども、この高木勲が血みどろの試合、全て天竜にやられたんです。恨みに思っておりましたね。高木が思えば天竜革命もたった一人の決起から始まりました。そして今高木が天竜に向かわんとしております。乱入という形でしたが、この天竜に向かっていた高木の企画、あの時には本当に天竜もいました。人間の顔じゃなかった。その高木の気迫を呼び込むか。天竜鶴田を鶴田を抜けて、そして天竜を指差しております。天竜、あ、高木が突っ込んだ。タックルを見せて、それからパンチ。今ゴングが鳴りました。60分一本勝負、ショルダーアタックル、天竜を倒しました。そして天竜の左の張手から円錐、そして蹴り、高木が早くも片膝ついております。さらに膝チョップ。阿部さん、高木が先制攻撃かけましたけどね。お客様からも高木どうしたという声援、あるいは激励が飛んでいます。顔面キック。1対1の対決を望んでいるが、ダメだダメだ。歌舞伎を求めちゃダメですね。ノータッチ、歌舞伎がノータッチ。お前の出番、お前がやれというふうに大きなアクションを見せました。さあニールキックが当たっている、ニールキックが当たっている。正面フロントスープレックス、高回転落とした。攻めている天竜に対して高木が攻めている。高木もっと攻めろ、高木もっと攻めろ。チャンス、最大のチャンス。さあさあ、なんだ、パワーボム、パワーボム、ドアダメ。ここで川田が入りました。次出す、まだ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 攻めて、タッチじゃない、タッチじゃダメですよね。攻めて攻めて攻めまくれ。その間に鎌田、足を取ってる首がため、あっという間に隙を突かれてしまった。隙を突かれました。なんで天竜に背中を見せる高木。超満員の後楽園ホール、いよいよ天竜対高木の総決算シングルマッチが始まります。高木勲は今夜全てを出し切れるでしょうか。激しい勝負になりそうです。控え室の高木選手に決意を聞きましょう。若林さんどうぞ。大一番を前にしました高木選手です。高木選手、このシリーズの締めくり、総決算です。頑張ります。どういう気持ちで天竜選手にぶつかっていきますか。まあ、ガンガン前に出るだけですね。頑張ってください。二冠の大器高木勲、気迫十分の高木勲、いよいよ天竜源一郎と勝負だ。1対
対1の勝負だ。玉砕覚悟の屈辱戦だ。さあ天竜戦で本当の男になれるでしょうか。連日天竜に打ちのめされ続けています。しかし耐え抜きました。激しく反撃するようになりました。高木が少しずつ変わってきました。5番の目の額ギザギザ、傷は塞がる暇がないほど連日の流血、まさしく戦闘用の顔になってまいりました。高木伊佐を堂々入場。高木伊佐を目覚めさせた張本人天竜源一郎の入場。90年幕開けのこのシリーズは天竜の炎の新革命によりまして熱く激しく盛り上がりました。天竜はやはりまさしくすごい男です。高木に火をつけ正規軍との全面戦争にまでボルテージを上げてまいりました。天竜ファンを愛しプロレスを愛し勝負に妥協せず極限まで燃える天竜、待ち受ける高木伊佐、本当の革命はこれからが本番だという言い放った天竜源一郎今登場。後楽園物語第7幕の新春ジャイアントシリーズの最終戦、とうとう第1幕から第7幕までやはり主役は天竜源一郎が演じます。今夜こそ全身全霊のファイトです。高木90年期待される男たちに喝を入れました。天竜源一郎45分の一本勝負であります。さあ後楽園物語はどういう形で終焉を迎えるんでありましょうか。天竜対高木の遺恨勝負、いよいよ始まります。さあおっと高木がけしかけたがキックで返す。天竜腕を取った。今度は高木が力でドロップキック当たらない。天竜冷静、エルボー当たらない。両者当たりません。さあ今度はスペインキック、これは耳を捉えた。バックを取って邪魔、高木先生ヒット。これでペースをつかむか、自信をつかむか。今度はサイドのヘッドロック。さあ今度は天竜が激しく当たるが高木のパワーが打ち勝っています。天竜倒れました。頭を振っています。高木ペースをつかんだ。またがっちりと太い腕でヘッドロックであります。さあ天竜対高木、高木伊佐に竹内さん攻める自信が出てきたとはいえですね、正直言いまして天竜にはまだまだ勝てない。高木にしかし失うものは何もないんです。竹内さん、ポイントはこのどうでしょう、高木の怒涛の反撃、これにつきますかね。そうですね、どこまで突っ込んで出ていけるかですね、はい、序盤戦です。試合はまだ始まったばかり、いいペースを取っておりますが天竜がすごい睨みを効かせますが、これはいい企画ですね。連邦3連発いった、高木が前に出る。今までこんなことはなかった、すごい勢いだ。高木の顔つきが変わっています。殴りかかる、まさに殴りかかる。もう最初から死闘を演じておりますその高木伊佐、ブルーのトランクスが今日はっきりとしています。今度はパワーボムか、まさか天竜のお株を奪うか、うまくリバースで切り返した天竜。ここで今度はキック、しかし一発で立ち上がった。表を向いたら喉元へチョップ。天竜の凄まじい攻撃が当たっています。顔を押さえるようになりました。ここで反撃が出ないか、左のエルボーいずれも当たっている。うわっと、ここで天竜はちょっと落ち着いていますが、今天を仰ぎました。この高木のパワフルな攻撃にも耐えた天竜でありますが、天竜選手も効いている、今のは効いたなという表情をちらっと見せましたが、ここで反撃に出るのが天竜らしさ。足を取ってしっかりと抑えようとしています。さあまたキック攻撃、防戦一方になりつつありますが、ここでどっから反撃の糸口をつかむか。今度は額へまた容赦のないキックが飛んでいきました。さあ怒涛の反撃がここで一瞬なくなってしまいました。汗が光ります高木伊佐。ここの反撃体勢なんですけども、前に出てほしいですね。武井さん、ここがですね、高木選手の大きな課題なんですよね。高木反逆時となってくれ。天竜に全身全霊のファイトをすることが天竜へのお礼なんです。天竜のパワーボムでもいい、円錐でもいい、まんじゅうでもいい、何でもかんでも仕掛けてほしいと思いますが、天竜今度は受けます。高木ドラッグキック、130キロで飛ぶんです。熱い胸に飛んでいきました。もう一回、今度はラリアット、思い切って打った、力強い。高木130キロラリアット、豪快に決まりました。今の力強いラリアットはいいですね。高木さん、この後ですね、はい、動きを止めないことですよね。キャンバスにぴったり足をくっつけていますが、今度は前蹴り一発、天竜であります。天竜もちょっと苦顔、おっと泡を吹き出しました。天竜、あ、高木が泡を吹き出しました。それほどダメージのきつい、攻撃なんです。今度は円錐蹴りであります。さあ何でもいいから前に出ろ、前に出ろ、高木であります。あのアブドラドブッチャーの140キロを投げたモンキーフリップでもいい、力があるんです。今度は顔面キック、顔面強打であります。
本当にも高木の額はもうギザギザになっております。さあここで一気に天竜のペースか、おっとフェイスバスターというか、フロントレックチャンスにですね顔面攻撃に出ました。デデーテー天竜しっかりと抑えかかっております。まあ竹内さん、このシリーズをちょっと振り返りたいんですけれども、開幕戦相変わらず天竜の猛攻が続いている。しかし我慢する。場外に送り出された。開幕戦天竜に血祭りに挙げられた高木は翌日入場の天竜に体当たり襲撃。この角度でした。さあ天竜が椅子は待った。背中また容赦ない。すごい攻撃が始まっている。耐えられるか高木、耐えられるか。以来新春ジャイアントシリーズ20戦のうち15戦を天竜と戦い抜いた高木勲であります。武井さんね、天竜の口からはですね、まだまだ高木は甘い、もっともっと俺を襲ってこい、そういう発言から高木は薄だ、叩かれれば叩かれるほど味が出るに変わりました。一方の高木選手の口からはですね、天竜さんに痛めつけられて勝負の感覚がつかめてきた、この勝負は肉を切らせて骨を断つつもりでやりますと、今までの高木選手とはまるで違う発言をしてるんですね。その気迫をですね、今日は見せてほしいですね。そうですね、倉本さん、はい、どうぞ。この全日本陣営です、まあ、マイティ井上選手いい試合をしてると、ずっとやっていて天竜選手やっていて自信がついたんだろうと、根性がついたんだろうとこう言ってます、はい、成長したなというということですね。なるほど。だから歌舞伎選手もガンガンすぐ反撃するとこがいい、このようにですね反撃するとこがいいと、このように言っています。高木のがむしゃら攻撃が始まりました。ヘッドパットを何連発打ったでしょうか。若林アナウンサーのリポートが入りました。コーナーに追い詰めた。今とはまるで反対だ、今とはまるで反対だ。これがスピンキックも当たっている。これが高木の本当の、定位置なんでしょう。さあ天竜がコーナーにうずくまっています。体当たりバーッと、あっというのに相手をバカにしたようなフットワーク。天竜相手の動きを見てるんです。さあスピードをちゃんと計算してるんです。そこが天竜です。今5分が経過いたしました。さあ逆水平、天竜のまた猛打が始まりました。今度は円錐キック、円錐キック。まあ竹内さん、この一連の流れ、ここまでの経過を見ますと、天竜が仕掛けた一連の過激なプロレス、おっと足をすくいます。過激な、おっと今度はテキサスクローバーか、サソリですね。サソリ固め、長州にアピールしているようなサソリ固め、ギバッ、サソリ一発、サソリ一発、驚きました。一瞬の今日疲れました。天竜のサソリ固め、スコーピオンデスロック。高木に対しまして今までの一連の勝負の中では一発も見せなかったスコーピオンデスロックでフィニッシュ。あっという間の幕切れでした。竹内さん、どうでしょう。これはですね、天竜選手はですね、高木選手を度外視して何か自分自身の強いアピールを見せたような試合でしたね、はい、天竜が高木に胸を貸した勝負、見事返り討ちに切って取りました。竹内さん、天竜のレスリングというのはこの一切の戸惑いもなく生命を断ち切ってしまう、そういう感じのプロレスですね。まさに容赦なしですね、やる気のあるやつが真正面からぶつかり合う、分かんないやつは目を開かせる、そう天竜は言っておりました。天竜選手の90年、最初のスローガンは身を盗んだと言っていいんでしょう。次なる強敵は誰なんでしょうか。リングサイドの井上なんでしょうか、歌舞伎なんでしょうか、それともカウエなんでしょうか。次期シリーズにも波乱が広がっていくようなそんな感じですが、あっという間の5分41秒天竜見事な勝ちっぷりでございました。
さあそのスミスからキットへヘッドバット、高木さんこのあヘッドバットヘッドバットヘッドバット、あ今度は安田ヘッドバット、ヘッドギアで頑張ったあのヘッドバット、武道館決戦を思い出します。優勝戦天竜同盟との戦い、そしてオート、そのままフロントスープレックス、高木さん何ですか。さあおっとこれはフェイスロックですね、フェイスロックに入りました。さあ今度はエルボーであります、安が落としていきました。武井さん、このキッドといえばですね、あの菊池選手に対して花道でブレンバスター打ちましたよね。ともかくですね、この強さはもう文句なしですね。本当にそうなんですね。そのキッドであります、荒っぽい荒っぽい、あしかしジャンボも荒っぽい。さあそして今度は逆エビ固めに持っていきます。さあキッドこらえますが、やっとジャンボの力か、まだ完全にはよじれていないが、さあ広角度の逆エビ固め、高橋さんこの広角度の逆エビってのはどこが効くんですか。これは腰よりもむしろ足首になってくるでしょうね。足首なんですか。ちょっとこの流行になりつつあります、この広角度のエビ固め。そういえばこれキッドの箱でしたよね。そういうことですね、それがジャンボ鶴田も盗んでいるわけであります。さあ今度はパンチパンチ、フチ正信が追い込んでいきます。フチ正信、さあバックドロップ、あの中野を仕留めた時には竹内さん風車固めの連発でしたね。そういうことですね、人間風車のまま固める、フチが新しく開発したこの風車固め、これで世界ジュニアを初防衛いたしました。さあそのフチにあごきだき、早いテンポでタイガーマスクにつないでいきます。さあ天竜にもあの打ったのタイガードライバーを打てるかどうか、バーッとキック、竹内さんキックの重みはどうですか。だんだん出てきましたね。だんだん出てきましたか。特にあのジャンプしての蹴りが良くなりましたね、はい、竹内さんこれも三強の中に入っていけるかどうか、タイガーにとっては大切な試合ですよね。やっぱりこの後のシリーズでですね、どこまでこの三強の中に食い込んでいくかですね。はい、タイガー小橋というニュータッグチームも誕生しました。このシリーズ若い人の刺激になってもらいたいと思います。さあこのタイガーマスクから今度はスミスにつながりました。ちょっと流れがこのグランドの展開といいますか落ち着いてきた感じですね、竹内さん。それとですね、はい、小橋さんちょっとこのスミスの体を見てほしいんですけどもね、背中がですね日焼けしてるんですけどね、非常にやっぱ朝だらけになってるわけですよね。ほうほうほう、これはやっぱりその歴戦の激しさといいますかね、このシリーズの激しさを物語っているように特に背中のあたりはすごいあざですね。なるほど、そのスミスに対しましてキーロックに行きました淵正信であります。こういう関節攻撃で中野からペースを奪いまして初防衛に成功しました淵正信でありますが、さあこの後持ち上げるかスミス、何度も何度も持ち上げましたが、それをよく全日軍団は知っています。ああ淵もこのキーロックを離しておりません、やつなかっといたしましたが、さあもう一回行くのかスミス。さあ本当にあざだらけだ、ちょっと内出血も見えているのか、このデビーボーイスミス。さあ持ち上げる持ち上げる、どうだ力が入る、赤い赤い日焼けの背中が今度はどんどん好調してきた、あーっと持ち上げた、顔も真っ赤腕も真っ赤背中も真っ赤あざだらけ、しかし持ち上げた、そして飛びますかね、タイガーマスクがミサイルキック高層合体殺法であります。そのままカバーの体勢、チャンス、やつが出ました、カウントワンであります。いやースミス竹内さん、これはもうハンセンですとかゴディですとかできますね。本当ですね、一騎打ちみたいですね、スーパーヘビー級になってきましたね、本当ですね。さあ今度はタイガーマスク、こちらは飛べるヘビー級、飛べるヘビー級タイガーマスク、今日はいかんなく空中戦も見せております。今10分が経過、さあ淵正信を捉えるかタイガーマスク。さあ淵はやっとタッチしました、タイガーマスクとやつという戦い模様であります。やつのヘッドバットが飛んでいく、円錐が飛んでいく、タイガーマスク打たれております、タイガーマスク打たれております。さあ今度はどうか、ショルダースルー、八津吉明であります。共に形は違いますが打倒天竜を目指しておりますタイガーマスク、八津吉明バックドロップからエビに固める、おお引き分けのない右足といいますか、膝が出ましたね。タイガーもこれあれですね、がむしゃらでいいですね、いい形になってきましたね、本当にスマートでかっこいい科学的レスリングをするタイガーマスクなんですが、ああいう面をもっと出してほしい。さあ今度はスピンキック、これはかっこよく決まった、ズバッと決まりましたタイガーマスク。さあ今度はダイナマイトキッドを呼んでまいりました。さあ右でのパンチ、右でのパンチであります。上さん、あのカンナムのクロファット、それからこのブリティッシュブレダックスのキッド、ファンタスティックのロジャースと、このいいチームにはいい先輩役がいるんですよね。必ずいますね。そうなんですね。さあ出ますか、出るか、高速のブレパスだ、これがいる、あるからキッドが好きだ、これがあるからキッドが好き。そして2位、忘れちゃいけないヘッドバットはいつ出すか。さあ今度はカバーの体勢、失礼、タッチの体勢からタッチを行いました、スミスが出てまいりました。さあスミスの怪力殺法が第2弾第3弾が出るか、ブレンバスターです。
腰を低くします。八つは重い。いやどうか。いやー逃げましたね。対空時間をこれほど作る。やっぱりスミスも好きだ。そのままカバーの体勢、ものすごい音がしました。八つ吉明120キロブレンバスター。しかし鶴田がカットであります。ここまでのペース、武井さんどうですか。これはですね、やっぱりブリティッシュプラスタイガーがですね、完全に主導権を握ってますね。そうですか。タッグではこのところ負けなしであります。きっとスミス、しかし悪びれず、やつもエルボーでいく。さあスミスがちょっとフラフラか、ダメージはどうか。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が出てまいりました。あの小橋健太に対しまして7番勝負。ああキック、このキックも小橋に見舞っていった。細谷源さん、小橋に対して打ったバックドロップは非常に難しい体勢から打ったんですよね。これは危険な技でしたね。さあ初打する、これは見えている。スミスが勝ち上げた。さあ今度はタイガーマスクとツータン。さあこれは新鮮な戦い。あーっとジャンプしてのキック、顎で決まっている。いや胸か。そして今度はミドルキック、エルボー、エルボー、ロープに飛ばす。じゃーっとジャンピングに。高橋さん、タイガーのジャンプ力もすごいんですが、超ヘビー級で鶴田のこのジャンプ力、いや驚きですね。しかもですね、たっぷりと体重がかかってますからね。そうなんですね。さあ今度はフチにタッチが行われました。フチにタッチが行われました。まあこのジャンボ鶴田、今エプロンに引っ込みましたが、高橋さん、小橋健太の7番勝負、片エビで本当は OK だったんですが、小橋があそこまで攻めてきてくれたのに対してバックドロップを打ったんだというコメントですよ。まあ、あれですね、小橋さらに成長したでしょうしね、ジャンボもやっぱり下の若い選手の伸び方をですね、本当に肌で感じたんでしょうね。そうでしょうね。さあ今度は淵正信とタイガーマスク、動きが速くなった。この2人の戦いはスリリングだ。さあリープロック、またいだ、もう1回か。あドロップキック、ドロップキック、淵正信に対して今度はもう1回飛ぶぞ。ドロップキック、場外転落。さあプランチャーを見せてもらいたい。さあどうだ、プランチャー入った。ありがとうタイガー、飛びましたね。飛びましたね。タイガーマスクとプランチャー、当たりどうでしたか。悪くないですね、これで大丈夫ですね。次期シリーズへ、これは本当に明るい展望だ。さあ淵正信とスミスが今度はリングの中にボディリフト持ってまいりました。さあ今度はきっとわーっとラリアットかわした、エンズイかわした、当たってない。今度はキッドの2回目の高速、いきましたね。2回目の高速とブレンバスター、淵危ない、返すか、返した。ならばフィストドロップ、おこれは淵の得意技でもありますよ。フィストドロップですね。さあこの後淵のフィストドロップも見られるかもしれません。さあキッド、キッド何か合体を考えているようですね。合体を考えているか、夢の合体が見られるか。さあフィデルさんからドロップキック、おーっとこれはいけない。さあタイガーマスク、今度はヤツ、ヤツに打っていきました、ヤツに打っていきました。そして今度はヘッドバット、キッドミドルキック、ヤツも打たれずからもっと打たれば、あーしかしキックを生んでいて、お足を抱えて、足を取ったまま抱えているようなバックドロップですね。あーこれはすごい、タイガー危ない、タイガー危ない、カウント2であります。あれはどこに、竹内さん技の名前ついてますか。いやまだついてないですね。まだついてない、そうですか。今度はブルドッキングヘッドロック。そういえば竹内さん、鶴田とのテクニック対決、武道館同門対決でしたが、あの時にも変形のバックドロップを安田見せてくれたんですね。ありましたね。いや考えています、安田吉明、今年にかけています。さあ究極のバックドロップは見られるか。ジャンボ鶴田、タイガーマスクが飛んだぞ。竹内さん、あ今度はジャンボのバックドロップを見たいですね。ここでジャンボのバックドロップが出てくれば、この試合まさにもう盛りだくさんですね。15分が経過しました。本当に技も盛りだくさんであります、夢の対決。さあジャンボを飛ばした、あっと、あ15分キックを捕まえた。お前は天竜か、よく読んでいたタイガーマスク。しかしもう1回飛ばした、ラリアットもかわした。あっとフライングラリアット、タイガーマスク左が当たりましたね。いや竹内さん、今の攻防はどうですか。タイガー良いですね、よくやっぱりジャンボの動きを読んでましたね。試合感も戻ってまいりました、タイガーマスクであります。しかしその辺は力、ジャンボ鶴田が持ってきた、淵の円錐であります。いやタイガーマスク頑張っています、そして淵も頑張っています。マスクを掴んだ竹内さん、天竜とそれから高木の対決が精神的対決とすれば、これはもう技のオンパレード、もう見どころ心に痛い、いっぱいありますね。まさにフルに入ってますね。本当にプロレスは面白さの宅急便、そしてグルメのフルコースであります。さあ今度はボディスラム、今度はスミスが飛ぶか、あえもこれは失敗、もう1回、もう1回かわした。この辺はジュニアの軽い動きだ。そして自ら飛んで、しかしボディリフト、オークラウマスタンピート。さあキッドが、スミスがオクラホマスタンピートで、キッドがダイビングヘッドバットを狙ったか、エルバー外しましたね、外しました、ヘッドバットを鶴田やつがカット。さあ6メンタクタッチ混戦だ。さあジャマーン
鶴田が飛んでくる放送席でありますが、リング上は鶴田、フチとそしてキッド。さあご覧の状況、フチはボディースラム、さあ先ほどのお返しフィストドロップか、あるいはフライングヘッドバットを打てるか。キッド気がついた、キッド気がついた。なだれ、なだれの声、なだれだ、なだれ式だ。さあ決まり替えはどうだ。ガーッと危ない危ない危ない、キッド足が滑ったが、しかし相手に体重をしっかりかけている。フチが自力で返した、よくも返しましたね。これもプロレスです、これもプロレスです。さあダイナマイトキッド、フチコールになりました。竹内さん、この全日本プロレス今誰がヒーローになるか本当にわからない。さあ今度はオクラホマスタンピート、セカンドロープからカットに入るが、入るが、これは入れません、カットされました、逆にカットされました。最後はやはりスミスの怪力、スミスキッド、タイガーマスクがこの全日軍団鶴田やつ、そして淵を、最後は淵を捉えております。17分22秒の勝負でした。竹内さん、夢のトリオいかがでございましたか。まさにですね、はい、楽しく激しいプロレスをたっぷりと見せてくれましたね。そうですね、楽しかった、そして激しかった、キッド、スミス、そしてタイガーマスク、夢のトリオ、この2人は本当リングに上がると緊張感がありますね、竹内さんね。そういうことですね、まあ、タイガーもですねいい形で仕上がってきましたしね、はい、次期シリーズまた楽しみになってきましたね。キッド、スミスはこれで全勝、次期シリーズはカンナムエクスプレスも来ますが、カンナムの方もこの噂を聞いて刺激を受けるでしょう。そして竹内さん、この天竜同盟との構想も 見どころなんですが、鶴田やつ節といったところが、この次期シリーズ天竜同盟の構想また続いていくでしょうね。ともかく次期シリーズはですね、外人選手も非常にやっぱり強力ですからね。そうですね、5人コンビとしてもガッツリとやっぱりその辺を守っていってほしいですね、はい、ハンセン、ウィリアムス、ゴディ、ウィンナムが来ますが、どういう次期シリーズになりますか。最終戦いかがでしたでしょうか。解説は竹内さん、竹内さんどうもありがとうございました。どうも皆さん、さようなら。90エキサイトシリーズ、参加外人選手、今回の目玉は注射しちゃうぞ。ドクターデス殺人医師ことスティーブ・ウィリアムス、プロレスファンが夢にまで見たウィリアムスが全日本プロレスに初登場だ。一撃必殺のオクラマスタンピートの標的は誰だ。ゴディとのニューミラクルパワーコンビはハンセン・ブロディ組を超えられるか。世界ダック戦線は不運級を告げる。おなじみテリー・ゴディも参加、人間魚雷の破壊力は並みいるレスラーの中でもやはり桁外れ。ウィリアムスと組んでの世界大戦の他にもシングルでの三冠タイトル戦への参加も予想される。うん、全日バットがあちゃ熱い。出たカンナムエクスプレス、ダグファーナスとダニークロファットの2人も参加する。昨年の勢いを買って今年も突っ走るか。スピーディーでパワフルなコンビネーションはファンの心をがっちり魅了して離さない。今回の来日の目的は何か。カンナムエクスプレスはさらに羽ばたく。ご存知アメリカンドリームダスティーローレスの息子、ダスティーローレスジュニアも来日。去年の初来日からさらにスケールアップしたファイトに期待が集まる。スパスパスパー、エルボーの切れ味に注目。中南部の若鷲、全日本の常連外人、芸能人野球大会でも大活躍のジョーディートン、エルボードロップにブレンバスターの二大殺法は健在。がむしゃらな特艦ファイトがヤングファンの心をつかむ。そしてラストは不沈艦スタン・ハンセンだ。昨年のハンセンは最強ダックで天竜と組んで完全優勝の涙の偉業を成し遂げた。全日バットを震撼させた男が最強ダックのベルトを引き下げ帰ってくる。パワー殺法がうねる、ノリに乗る、ウェーサンダリアット、そこまでやる。ブレーキの壊れたダンプカーはとどまることを知らない。すごい、さすが馬場社長太っ腹アッポ。これを迎える日本勢だが、話題は何といっても天竜同盟と全日本正規軍の全面戦争。このシリーズも熱いバトルが繰り広げられる。また打倒天竜に全員が立ち上がった全日本軍を引っ張るのは鶴田と八つ、五輪コンビ対龍冠鵬、勝負の行方はいかに。90エキサイトシリーズ期待してくれ。全日本プロレス90エキサイトシリーズの興行日程です。